ダイナーに続く道、ダイナーに続く道、途中に看板があります、あ、ここか、ここだな、これだ。ん？桟橋は向こうか。よし、あら、わあ、白い砂だ、綺麗だね、エメラルドグリーンの海、いいなあ。波の音がする。泳ぐのは苦手なんですけど、見ているだけなら海は好きですね。泳げないのでね、海に入るのは苦手なんです。ちっちゃなボートだ。危ないよ、立って乗ったら危ないって、座ろうよ。かっこつけてる、片足立ててカッコつけてる。こんなゴムボートで様にならないから。でも曲はかっこいいな。来ました。あ、なんか嫌な音楽だな。ん？なんか驚いてる。エレキ島ね。ここのネーミングセンスはユニークだ。エレキってのはあのエレキギターのエレキか？しかし。こんなところまで来るとは、俺も本当に人がいいな。クソガキの言う通りだ。あ、見えてきましたね。そこが入り口かな。違う。あれ？行かれないじゃん？え？発電マニアにはたまらない光景だ。威勢よく放電している。看板が飛んできたのはこれが原因だな。さて、今度はどんな謎なんだ。心理戦になりそうだな。え、ここへ行くの？え、怖いな。え、怖いな。え、何これ、どういうこと。5、心理を解読する。わかんないよ、いきなり。謎はこの送電鉄塔に隠されている。謎に突き進むゆえに謎は謎を呼ぶ。謎なき謎は謎を生み、謎に進み謎はどうなるものか。謎解きロマンを突き進め、開けキャサリン。送電鉄塔を頼む。さて、え、6って書いてあるのが見えたから、全部で6つあるの、1つずつこうやってやっていくってことかな。わかんない。これ違った。違うぞ。これだ。2つ。
5番目だったよね。熱湯についてないか。ん？ゴミ缶。え、これそうじゃないの？あ、違う違う。違う。あ、これだ、これだ。これだ、5番。5番、これだ。待ってくださいよ。ディナーの席であなたの絵とから頼まれます。お客様、大変恐縮ですが、お知恵をお貸し願えませんでしょうか。実は6人のお客様からチーズケーキのご注文をいただいたのですが、あいにく直径20センチの円形のケーキしかございません。正確に6等分するには、中心の角度を等しくすればよいのですが、あなたは江戸の依頼に何と答えますか。え、360の6等分だから 60度の6等分すればいいんですよ。が、で、はい、当たり。こんな、もしかしたら全部やるの？なんだか意味がわからないよ。心理を解読する。6番目ね。はい、じゃあ6番目ってことはこの下でしょ。ロスパスの1日が終わり、あなたはベッドに入りました。明日に備え、ベッドサイドの目覚まし時計に手を伸ばします。この目覚まし時計は時刻が来るとベルの代わりにラジオ放送が流れるタイプのものです。暗闇の中、あなたは手探りで時刻を合わせます。時刻合わせのボタンは3つあり、左から時、10分、分に対応しています。今朝は7時50分に起床したので、設定はそのままになっています。あなたは左のボタンを3回、真ん中のボタンを4回、右のボタンを2回押しました。翌朝、目覚めの時、時刻にラジオから流れてきたものは何ですか？何ですかっていうか、数字を答えるんだよね。ん？ちょっと待って。4つね。はい。4つ。待ってくださいね。7を3回。10時。真ん中のボタンを4回。5。0、1、2、3で、右のボタンを2だから、10時32分だよね。10時32分だから、10時32分。はい、やったりー。の4番だよね、きっと。4番くん、また言うのか。心理を解読する。夕暮れのパワービーチを歩いています。遠いふるさとの恋人に美しい貝殻を持ち帰りたいと思います。3歩歩くごとに貝殻を2つ拾い、5歩歩くごとに1つを海に返します。50歩歩いたところで、手の中にある貝殻に視線を落とします。あなたの目に最初に映ったものは何ですか。ってことは、つまり数を、数字だから、手に残っている貝の数はいくつってことだよね。
散歩歩くごとに回を2つで50分だから、32で3パー6ごとに貝殻2つだから53でやって16で貝殻2つだから32で5パー6ごとに1つ返すんだから、10個返すんだから22、答えは22、22、違うかな、そんな簡単じゃないの。当たりよし、止まりました。では次は3番に行きます。あれ、引っかかっちゃった。3番くん、心理を解読。3番、あれ、そっか、前のページだね。散歩の途中でメッセンジャーのケンと会いました。ケンはあなたに今日の仕事のことを話してくれます。朝から結構忙しかったんだ。最初にエドが8通のメッセージを受け取った。ダイナーでマチに2通渡して4通預かった。それからスパイスショップのポストから7通回収。それからホテルに戻ってエドに5通渡した。あ、そうそう、これは君へのメッセージ渡したからね。オイラが今何通持ってるか気になるだろ。さて、あなたが受け取ったメッセージは誰からだろうか。まあ、それはいいんだけど、ケンが持ってるメッセージね。8通受け取り、2通渡す。4通扱って、それから、また7通回収。ホテルに戻って5通。で、そしてモンドに1通。8の2の6、6、6の4の10、10の7の17で、12になって、11、11、はい、はい、2番、2番、バーテンダーのロックがあなたにスペシャルドリンクを作ってくれます。ロックのレシピは以下の3つです。あなたが頼むのはどれ？あなたが頼むのはどれ？南国の香り漂うセブンフラワーズ、灼熱の太陽を思わせるスイーズさん、二人で一つってのもいいかも。アンアンブレラ、あ、ちょっと待ってください。数字どうしたらいいんだろう。3つか。ってことは、あ、七輪の花で7、双子の太陽で2、七
打つってのもいいかもで、1721かな、数字っていうとそれしかないよね。7、2、1、はい、あと一つ、あと一つですよ。はい、最後の暴れん坊さんのところに行きます。到着しました。窓からの美しい風景にしばし目を奪われます。そこであなたが見たものは下の3つのものでした。あなたが一番印象に残ったものは何ですか？色鮮やかな庭の鳥、庭に植えられた5本の屋敷、腕時計が示す7の7時の針。ってことは257、さっきの感じだとそういうことだよね。2、5、7、はい、よし、やったやりました。これで全部おとなしくなったでしょ。ん、静まったか。さあ、マチさんに報告だ。しかし生めかしい島だな。重苦しく生めかしい。恐ろしいほどに。この島の感覚は何だ？え、これで終わりなの？事故はどうなったの？また爆発する。送電鉄塔？送電鉄塔？あの、でも、まあいいや、あまり嫌なことを思い出すのはやめよう。気が重くなる。回ってる、また。こんにちは。こんにちは。ねえ、クリス見なかった？ピンク色のワニなんだけど。いや、オイラ見てないけど。そうだ、オイラ仕事で島中走ってるんだ。だから見つけたらすぐに教えてあげるよ。本当？本当さ。オイラのバイクですぐに知らせるよ。ありがとう。それじゃあよろしくね。ところで、どこに知らせればいいんだろう。あ、帰りなさいませ。エレキ島への大冒険でしたね。お疲れのご様子で。この島は交通手段がありませんから走るしかありません。まだまだこの先走りますよ。ちなみにあの送電塔はエレキングと言います。エレクトロニックキングダムの略です。ちょっとした豆知識です。フロントでお待ちしております。エレキングね。いいや。
はい、というわけで9番目のお話が終わりました。次回は10番目のお話ですね。それでは今日はこれで失礼します。さようなら。